マイケル・クリストファー・ムスタカスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB の新種のティレッズ所属。愛称はムース。代理人は、スコット・ボラス。カンザスシティ・ロイヤルズのシーズン最多本塁打記録を持つ。南海ホークスでプレーし、引退後は、千葉ロッテ・マリーンズの打撃コーチを務めたトム・ロブソンは、 おじにあたる。ロサンゼルス市内のチャッツワース高等学校時代には、遊撃手として、通算54本塁打の集記録を受立し、マット・ドミンゲスと三遊間コンビを組んでいた。また、一方で、アメリカンフットボールのクォーターバックとしても、活躍していた。2007年の MLB ドラフト一巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名を受けたが、 代理人のスコット・ボラスが高額の契約金を要求したために交渉は難航。ロイヤルズとの交渉が決裂した場合は、南カリフォルニア大学への進学を予定していたが、契約期限である8月15日午後11時59分の11分、前に契約金2 0 0万ドルで合意した。 これは、全体1位のデビッド・プライス、全体5位のマット・ウィータースに比べると低額であったが、ムスタカス自身が、ボラスの反対を押し切る形で決断した。2008年は、A 級バーリントン・ビーズで22本塁打を、記録、16年ぶりに10代での、ミッドウェストリーグ本塁打王となった。A 級ウィルミントン時代2009年の開幕前には、 ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、球団内では1位、マイナー全体では13位にランクインされた。しかし、同年は打撃不振で出塁率が3割に満たず、評価を下げた。2010年は打撃が復活し、AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズで5月下旬まで打撃参観を維持した。シーズン途中に、 トリプル A 級オマハロイヤルズに昇格し、合計36本塁打、124打点で、マイナーリーグ全体での2冠王となった。2011年の開幕は、トリプル A 級オマハストームチェイサーズで迎えたが、6月10日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦で、メジャーデビュー。その翌日に、ジョエル・ピネーロから、メジャー初本塁打を記録した。 その後は8月の半ばまで打率が1割台に低迷していたが、9月には約3ヶ月ぶりの本塁打を記録するなど打率、352、4本塁打と結果を出した。2012年は前半戦で15本塁打を記録したが、後半戦は失速した。フィールディングバイブルアワードの三塁手部門では、エイドリアンベルトレに次ぐ2位に入り、ゴールドグラブ賞でも、 最終候補に残ったが、受賞はならなかった。2014年2月21日に、ロイヤルズと1年契約に合意した。この年は、打撃不振に陥り、マイナー降格も経験した。打率は、メジャーデビュー以来毎年低下し続け、打率、2 1 2まで下がった。ホームランを15本記録したが、シーズンを通じて、低打率だった。守備面でも、 自己ワーストの19失策を期した。2015年は、オールスターゲームの投票では三類手部門の2位で、選出はされなかったが、34人目の選手を決める、最終投票で選出された。オールスター後はやや調子を落としたが、それでも打率。284、22本塁打、82打点という打撃成績を記録し、 これら4部門すべてで自己記録を更新した。2015年のワールドシリーズでは5試合で打率30、304.3打点などを記録し、優勝に貢献した。2016年は開幕から25試合に出場し、低打率ながら7本塁打を記録していたが、エンゼルス戦でのクロスプレイで左手親指を骨折し、15日間の故障者リスト入りとなった。 その後、一度は復帰したが、今度は5月22日の試合で守備中に、チームメイトのアレックス・ゴードンと交錯し、右膝前十字靱帯断裂という、大怪我を負って、手術を受け、シーズン絶望となった。2017年は、前年の右膝前十字靱帯断裂から復帰を果たした。9月20日のトロントブルージェイズ戦で、シーズン37号本塁打を記録し、 1985年のスティーブ・バルボニを抜いて、球団シーズン最多本塁打記録となった。打率27、272、38本塁打、85打点を記録。本塁打は自己記録を更新し、初めて30本声を果たした。打率以外の3部門で自己記録を更新し、シーズンオフにはカムバック賞を受賞した。11月2日に、 FA となり、球団は、クオリファイングオファーを提示したが、11月16日に、拒否した。自己最高の38本塁打を記録した直後ということもあり、オフの目玉 FA 選手の一人とも腐れていた。カンザスシティロイヤルズ時代2018年3月9日、ロイヤルズと、1年550万ドル出来高で、再契約を結んだが、結果的には、 クオリファイングオファーを拒否したことが裏目になった。2018年7月27日にブレットフィリップス、ホルヘロペストのトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍した。ポストシーズンの地区シリーズ第一戦でサヨナラアンダを記録したチームのスイープでのシリーズ突破に貢献。オフに FA となったがこの年も市場が停滞し、 2019年2月17日に、ブルワーズと1年1000万ドルで再契約を結んだ。2019年は143試合で打率。254、35本塁打、87打点の成績を残した。守備では初めて2塁も守った。10月31日に FA となった。 2019年12月5日にシンシナティレッズと4年6400万ドルで契約した。2020年は主に二類種として起用された。2021年からは三類種に配置転換された。身長は5フィート11インチと比較的小柄ながら、類いまれなパワーを持ち、どんなコースの球でも引っ張って長打にすることができる。打席では、 積極的に振っていく傾向にあり、支給数が少ないため、出類率があまり伸びない傾向がある。実際、例えば2017年シーズンの出類率は、314であり、これは FA で競合したフレージャーよりを下回る数字であり、これが2017年オフに FA になった際に、厳しい評価に移る一因になってしまった。それでも、 2017から2019年に計101本塁打を記録しており、長距離法としては抜群の安定がある。また、コンタクト技術に長けており、2012年以外は、三振率が20%未満とパワーヒッターとしては、三振が少ない。さらに、2012年以降はシーズンごとに三振率が低下しており、スモールボールを基調としたロイヤルズ野球にあって、 低打率でも三振せずに一塁方向へ進塁打にしているケースが多い。高校時代は遊撃手であったが、プロ入り2年目途中から三塁手へ転向。守備範囲と肩の強さは合格点であるが、失策がやや多く、将来的には守備の負担が少ないポジションへのコンバートも予想されていた。メジャー昇格後は優秀な守備力を発揮し、 攻守の三類一種として高く評価されている。また、2019年には二類も守り、複数の内野ポジションをこなせる野手として、選手の価値を上げた。ありがとうございます。